が言ったことを正しいと認めているから、言い返せなくて殴ることしかできないんだろ。それは僕に降参したってことじゃないのか。じゃあ死に急ぎ野郎の仇を取ってくれ。動きが止まった。そいつだ、そいつに殺された。右翼側で本当に死に急いでしまった。死に急ぎ野郎の仇だ。僕の親友をそいつが踏みつぶしたんだ。足の裏にこびりついているのを見た。いいの？二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って。兄を置いていくの？地下深くで拷問を受けてるよ。さまざまな工夫を施された拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにしてやる。僕はもう兄の悲鳴は聞きたくないっていうのに。死として人類を照らす太陽となり。どうされましたか。そのような尊いお考えがあったと感動いたしました。それはよかった。それで結局何が言いたかったんだよ。ミカサを傷つけることが君の求めた自由か。